羽生ヒドラは、四方動物もにヒドロムシツナ花クラゲ目、羽ネヒドラ科に属する、羽型の軍隊を作るヒドロムシの一種。長官隊でも、比較的よく見ることができる。また、比較的大柄な軍隊を作り、またポリプもやや大柄なので、わかりやすい種である。ヒドロネは、岩の上などに猛状になって生い、あちこちから羽状の軍隊の茎が立ち上がる。 羽のそれぞれは、長さ1 0トル程度あり、時に2 0トルにもなる。主軸は、ひどろ根から立ち上がってまっすぐに伸び、先細りになってやや斜めに曲がる。この茎のほぼ全体にわたって、両側に交互に側子が出る。これらの側子は、ほぼ同一平面に伸び、側子は、基部では短く、中ほどでは長く、先端では先に向けて、次第に短くなるので、 羽形、あるいはこの,の葉の葉脈のような姿となる。これらの軸は、黒から即死では褐色をしている。また、キチン室で丈夫であり、乾燥してもその姿を保つ。ヒドロ花は、即死の上、必ず先端側にほぼ一定距離を置いて並び、一本の、即死に数個がつく。ヒドロ花は、長さ数ミリメートル程度。色は、白から赤みを帯びる。 ヒドロハナ全体は細長い防水型でその基部近くに糸状の触手側をなして配置する。そこから先端の口までの間には先端が丸く膨らんだ形の短い触手がまばらに並んでいる。有性生殖は独立したクラゲを形成して行われる。クラゲ芽は市場触手の列のすぐ内側にできて成熟すると切り離される。独立したクラゲは コップ上で、単純な水管と食種流があるが、それ以上には発達せず、ごく短命である。なお、クラゲ目が独立せず、そのまま生殖を行う場合もある。単独のヒドロバナ、上向きのものが、クラゲ目20メートルまでの浅い海の岩礁に普通。長寒帯でも、超過帯や、ある程度大きな潮だまりではよく見かける。干潮時に干上がる場所には出ない。日本では、 本州中部以南の太平洋岸に見られる。世界的にはインドネシアや地中海からも知られる。ハネウミヒドラ族は単独で、ハネウミヒドラ家を構成し、日本にはこの一種のみ。従って似たものは他にはない。死亡毒が比較的強く、素手で触れると軽い痛みを感じる場合がある。それ以上の被害があるものではないが、注意は必要である。 ありがとうございます。